こんにちは。あ、こんにちは。じゃ今から施術をしていきたいんですけども、今日の症状をお伺いしてもいいでしょうか。そうです。2年ぐらい前にちょっと膝怪我してしまって、そこからちょっと膝、右側が全部痛いっていう。右半身全部ですか。感じなんで。どんな怪我されたんですか。そうですね。ちょっと運動をしてて、はい、そのままあの右の膝の筋みたいなとこを、ちょっと怪我してしまって。でもそこから一応病院とか通ってたんですけども、全然治れへんから、もう、ずっと放置してて、はいはい、ほんだらだんだんもう右のおケツの方から腰から肩から全部痛くなったんでなるほど、ちょっとやばいなと思ってきました。やばいっすね。左は大丈夫ですかね。多分いけると思ってるだけなんですけど。2年前運動は何されてたんですか。軟式のテニスをやってて、はいはいはい、もうそれでちょっとあの練習の時にアップがてら小走りであのボール取りに行って打つ瞬間にあの膝が内側にこうパコッと入るような感じで、あ、そっから治ってない。病院はどれぐらい通われたんですか。1年半。あんま通いました。整形外科行ってました。変わらず。そうですね、全然。ああ、接骨院とかマッサージは行かれたりはしなかったですか、この2年間で。たまにたまにくらいですね。でもやっぱもうすぐ痛くなるんで、結局やっても一緒なんかなっていうのはあったんで。あ、なるほど。もう治らないのかなみたいな。そうです、そういう感じですね。なんとかしていきます。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあちょっとまず動きだけ見たいんですが、はい、首をぐるっと回してみてもらってもいいですか。はい、逆回してみてもらって、あと下向きと上向きやってみてもらっていいですか。はい、今は痛み出るとか突っ張る感とかいかがでしょうか。こうしたときにちょっと腰痛いっていうのは、あ、上向いたら腰痛いで、あと肩は痛いって、なんかテニスされてるんだったらなんか手上げたら痛いとか。それもね、高校生の時に一回肩のここの横からここまでの腱、はい、切れてるらしいんですけど。マジっすか。2年間ぐらい放置して、2年後に病院行ったら、あの、亜脱臼してるで、これ。おお、これ治らんでって言われて。2年放置してたんですね。はい、あのすぐ痛みもね、30分ぐらいその怪我した時あの治ったんで、あ、軽く痛めただけなんやぐらいで思ってたんですけど、2年後の梅雨ぐらいになんかもう肩上がらんぐらい痛くなって、はい、お、なかなかあのタイムラグでしたね。そうそう。じゃあ右手は今上がりますか。多分普通に、自分では普通に上がってるぐらいの。今がマックス。そうですね、上がってないですね。左手はどうでしょうか。左は多分、あ、左は上がってますね。もう一回右上げてもらっていいですか。今ちょっと頑張ってもらったと思うんですけど、はい、それでも上がってないですね。そうです。そうです。左に比べたらっていうところなんですけど、左も同じぐらいだったら体が硬いのかなって思うんですけど、まあ、明らかに左右差が出てるので、やっぱりその名残があって、で今はもうそれで安定してしまったのかなって思います。あと右手前からちょっと上げてみてもらってもいいですか。前ですか。はい、前から耳近づける感じ。痛みとか出ますか。あー、でもこの辺がやっぱなんか突っ張ってるっていうか、あ、こっから上げるのがすごい辛いなっていうのは。OK、そうです。じゃあ今度左手も同じように前から上げてみてもらっていいですか。あ、はい、こっちはスムーズですよね。 OK です。もう一度下向きと上向き首やってみてもらっていいですか。下向きと、痛みとかは大丈夫ですかね。そうです、首自体には多分、うんうん、ないとは思ってるんですけど、ちょっと動き悪いかなっていうくらいだと思います。はい、ちょっと硬いですね。できる範囲でいいので、前と後ろ、前屈と後ろ、後屈してみてもらってもいいですか。前屈まず、はい、前から、はい、はい、そうです、そうです、いける範囲で大丈夫なんで、はい、あ、ここですね、もうここ限界ですね。あ、 OK です、 OK です。じゃあ手を添えて後ろにゆっくり反ってみてもらってもいいですか。こんな感じ。ああ、ありがとうございます。痛み出たりはしますか、前屈後屈は。前屈すると、うん、このここが突っ張って痛い。痛いですね。で、後屈やったらやっぱこの腰の右側、ああ、右が痛いんですね。やっぱりちょっと痛いなっていう。もう一回前屈後屈してみてもらってもいいですか。はい、まず前から。
じゃあ手を添えて後ろ反ってみましょうか。はい、ありがとうございます。だいぶきつそうですね。あとちょっと一番気になったのが膝なんですけども、はい、屈伸ってできますか？一応我慢すれば、我慢痛いのか耐えれば、あ、痛み出る手前ぐらいまで一回ちょっと屈伸、痛み出る手前ぐらいですか、はい、どこら辺までできますか？ここまでですね。あ、それでいくと痛い、行くとちょっとしんどいですね。あ、OK、ここやめておきましょう。だいぶやばそうですね。あと正座もできないですか？それやったらギリギリ痛みを我慢すれば、全部我慢ですね。我慢ですね。そうです、この2年間ぐらい我慢しながら生きてるんで、我慢の2年間。そうですね。なんとか解放に近づけるようにしていきます。ちょっと正座もできるとこまで、あの、はい、ベッド、ヘイリー持ったまま大丈夫なんで、橋もたまま、はい、痛くない方もここっすね。今ぐらいが限界かなって。これ以上落とすと、もう、ああ、落とせることはないですけど、やっぱ落とすとちょっと、もう変えてみてもらっていいですか？はい、今がギリギリぐらい。はい、あ、OK です、OK です。じゃあ、ゆっくりと立っていただいてもいいですか？はい、なんかどこ行ってもだいぶ悪いですねって言われそうですね。それ言われるの嫌なんで我慢そうですよ。ああ、すいません。何回も言っちゃいました。どこも直してくれへんのかなしか思わないんです。ああ、そうです。まあ、そう言われたら不安になりますよね。そうそう。でも、任せてください。何とかしますんで、はい。よろしくお願いします。はい、ちょっとね、向こう向きに足伸ばして座っても、足伸ばして座ってもらってもいいですか？やっぱりだいぶ悪いなとは思うんですけど、はい、直せない、直せるっていうのはもちろんやってみないと分かんないところなんですが、はい、まず肩もね、膝もそうなんですけど、肩も手右と左比べたら全然上がってなかったのが気になったんですけども、はい、もちろん緩めていったらもうちょっと上がるんだろうなっていうところと、はい、背中の、ね、調節してあげるだけでも結構簡単に少し上がりやすくなるかなっていうところですね。もう一回ちょっと横から手を上げてみてもらってもいいですか？はい、はい、下ろしましょうか。で、前から上げてみてもらって、はい、下ろします。ゆっくりと後ろに持たれます。はい、ゆっくりと持たれ、支えてますんでね、はい。ここで手を組んでもらってもいいですか？指と指をしっかりと結んでもらって、顎を引いて下に来ます。はい。脇閉じ。胸も張って、顎を引いて、もう一回一つ、背中丸めましょうか。後ろに持たれます。肩の力をストン。もう一回丸まって、息を吸って、はい、吐いて、はい、OK です。手を下ろしましょうか。はい、一回立ってもらってもいいですか？はい、今軽く肩の調節、背中の調節だけしたんですけども、はい、さっきみたいに手を前から上げてみてもらってもいいですか？右手。はい、で下ろしてもらって、はい、で横から手のひらを上にして耳に近づけるような形で上げてみましょうか。今上げてみた感じいかがですか？いや、めっちゃ上がりやすいなと思う。なんかさっきこの辺でしたね。そう、さっき全然上がってなかったんですよ。こう、すげえ。結構これだけだったら一瞬でしょう。はい、もちろんあの治ってるわけではないんですが、引っかかってるなっていうところと、あの骨格がちょっと、骨格というよりもなんか詰まってるなっていう感じと、あと筋肉も引っかかってるなっていう感じ、両方あるんですよ。で、その骨格の部分だけ今ちょっと調節してあげると、はい、多分結構スムーズに今上がってる感覚はあるかなって思います。か、ここほんま軽いですもんね。そってなんか先この辺からなんかちょっとこうやって張らなあかんようなイメージあったっすけど、よかったです。こんな感じでちょっといろいろとね、精通していこうかなと思いますので、はい、はい、あと次ちょっと膝気になりますんで、膝見ていこうかと思います。はい、ベッドいたしましょうか。はい、ちなみに膝なんですけども、はい、どこに一番痛み感じるとかありますか？お皿の上とか内側とか、内側ですかね。内側、はい、でしたらここよりも今触ってるところより、はい、上か下かがどっちとかありますか？上ですね。どっちかっていうと上と思うんですけど、うんうん、痛み出る場所っていうところら辺とか
ちょうどその今、親指ぐらい入ってるところあるじゃないですか。こっちですか？はい。その辺からですね、じわっとその上下ともに広がるような。患部をメインで埋めていきますんで、はい。60分、なんか3000円とか4000円のマッサージとか、はい、整体行ったりとか、そんなものはされたことってありますっけ？1回だけ行きました。あ、全然効かなかったんで、こうもったいないなぁと思ってて。ああ。多分、今回の症状とかだと、で目的が完全に違うなって。ああ。やっぱり、そのリラクゼーションなんで、あ、ちょっと今日疲れたとか、それこそテニスでなんか今日頑張って疲れたから癒されたいとか、ちょっとした筋肉痛をほぐしたいなとかっていうレベルであればいいかなと思うんですけど。あ、全然違いますね。違います。もう、マッサージの種類も全く違うと思うんですよ。うちの場合だと膝痛い方、痛いところに対して、その患部の部分に対して直接アプローチをしていくみたいな形でやっていくんですけど、多分、リラクゼーションとか、まあ、いつも治らなかったって言ってるところだったら、多分ですけど、膝が痛いです。で、じゃあ膝の周りの筋肉緩めますねとか。ああ、そうですね。それ多かったよ。なんかちょっと全体的にね、こんな感じでね。ああ、そう。そんな感じです。こっちも緩めてもらってとか。で、まあ、もちろん全く関係ないことはないんですけども、その目的が痛みを取っていきたいということであれば、これはかなり遠回りなのかなっていうイメージですね。触った感じだけでも、まあ、もちろん張ってはいるんですけど、はい、あれほど屈伸ができないとか、正座、痛みが出て我慢しないとできないとかっていうほどの緊張感は感じれないんですよ、触った感じ。ああ、そうなんですか。まあまあ、ちょっと疲れてるのかなぐらい。だから触っても一緒ですね。ってなってきたら、やはりね、さっき触ったところ痛いって言ったところあるじゃないですか。そこめっちゃ痛いんですよ、ああ実は。あ、実は。耐えてるんですけど。耐えてるんですね。はい、もうちょっとだけ、ごめんなさい、耐えてください。はい。こういうところを緩めていってあげると、こういうところはさっき言った、詰まり感みたいな形ですね。ああ。かばってる部分だとか、正座しようとか屈伸したときに、かばって、まあ、詰まってる部分。これがあるから、筋肉のパフォーマンス全然出てないんですよ。ああ、そうなんですよ。右の僕ふくらはぎ怪我してから筋肉めっちゃしょぼんで、違うんですよ、ふくらはぎの筋肉の出方が全然違いますね。こっち普通なんですよ。で、怪我してからなんかこっからここまで戻ったんですけど、ここまでしぼんでこっから全然戻らないようになって。確かに筋量ちゃいますもんね。だから足変にかかってんのかなと思って歩き方見直したりはしてるんですけど、全然一向に。多分歩き方も制限されると思います、こんだけ固まってると。あ、均等に今こう触った感じ、ここら辺の筋肉と同じぐらいの柔らかさが全体的にあるとかだったらいいんですけども、まあ、明らかにここだけガチガチに固まってるんで、はい、もちろん左も硬いけども、同じ場所で言うとここの左のここの部分と、はい、右のここの部分なんですよ。ああ、右が爆裂に、爆裂に痛いですね。で、これがさっきが詰まりとか、まあ、はい、おそらく膝が曲げれないとか、痛みが出てるっていう原因の部分なのかなっていうところですね。叫んで言えたら叫べるぐらい痛いですね。でもね、今叫んでいただいてもないので、その場合ちょっと我慢していただいて。右足曲げてもらってもいいですか、はい、ちょっと横に開いていただいて、はい、開いていたりとかそんなのは大丈夫ですかね。そうですね、うん、開いてもらって楽にしておいてください。
痛いですけども、じわっと押しながらやっていただけると、はい、結構奥の方緩んでくるんで、もちろん一発でね、正座できるぐらいまでいったらいいんですけども、ただ、今まで我慢しないといけないほどではなくなってくると思います。ああ、そうなんですね。もし今日触った感じが、別に硬くないですねとか、はい、触られても痛くはないんですけどもみたいな感じだったら、なんかまた違う原因なのかなと思うんですけど、あ、明らか触った感じの筋肉の張り方が尋常じゃないんでってなってきたら、ここの筋肉が邪魔して痛み出してるんだろうなっていう推測が立つんですよ。なのでこれさえ取っていただけたら、ちゃんと膝曲がるだろうなっていう、まあ、結果が見えてくるっていう、はい、なんかちょっと痛いんですけど、ちょっとこれ押されたら痛いじゃないですか。めっちゃ痛い。一番今日で一番痛いかもしれないです。これを10とした時に、はい、半分ぐらいかなってなってきたら教えていただいてもいいですが、感覚で大丈夫ですので。あ、わかりました。今ぐらいが半分も OKOK ですぐらいかなと思うんですけど、じわーっと押してあげるとね、反射の作用で筋肉って緩んでくるんですよ。はい、まあ、もちろん個人差はあるんですけども、結構ねじっくり時間かけてあげないと緩まなかったりするん で、 おー、でしかももう2年選手のね筋肉の緊張のはずなので、こういうのがしっかり緩んでくると、もっと足のパフォーマンス、膝のパフォーマンス上がってくるから、もちろんテニスも、はい、もっとちゃんとできるようになってきますし、あ、屈伸とかもそんなになんか我慢せずとも曲がるようになってきたりとか、はい、正座ももっとスムーズにできるだろうなっていう感じですね。あ、その方がちょっと痛いですけど。めっちゃ痛いです。こっからまた半分ぐらいになってきたら教えていただいてもいいですか。ああ、わかりました。はい、半分ぐらい OK です、OK です。もうちょっと押していきますよ。はい、足伸ばしましょうか。はい、ここから半分くらいになってきたら教えてもらっていいですか。はい、こんな痛いの半分になるんかなっていう痛さだと思いますけど。あ、はい、あ、はい、ましたか。はい。
それで指で押してるんですよね。これ完全親指ですね。あ、肘とかじゃないんですよ、ね、全く肘ではじゃないんですね。はい、大丈夫ですか。あ、ちょっとやばいかも。やばいな。このままキープしますんで、はい、ちょっとやばいかもしれませんが、また半分ぐらいになっていたら教えてください。あ、はい、これだけでも半分近くくらいは取れてきてるかなとは思います。あ、一回まだ全部終わっては今いないんですけども、はい、試しに立ってみてもらって、あ、はい、一回その場で屈伸してみてもらってもいいですか。あ、はい、あ、でも全然めっちゃ楽です。今までこの辺から突っ張るんですよ、ここなんか、うん、あ、でもそれがあんま全然ないですね。いいですね。はい、ちょっとびっくりしました。こうベッドを持ちながらでいいんで、正座もしてみてもらっていいですか。はい、ああ、はい。ああ、でもすげえすごい楽です。このここまでいったらずっと内が痛かったんですけど、はい、もう全然普通にできますね。お、すげえ、いけそうですか。はい、あ、よかったです。ちょっとびっくりです。絶対今日で治らんと思ったんで、マシにもならんのかなと思って。あ、マシ。ね。全然すごいっすね。よかったです。ひどいですねしか言ってなかったですもんね、最初。そうです。あ、まあ、やっぱ今までね、いろんな。そうですね、今まで苦い経験されて、1年半に帰って治ってなかったのはちょっと辛いですね。そうそうそう。もうちょっと整えたら、膝ももう少し曲がりやすくなったりだとか、あと肩も動き良くなってくるかなと思います。わかりました。はい、まだ少し痛いと思いますが。あ、だいぶ痛いです。だいぶです。みたいにまた半分ぐらいになってきたら教えてもらってもいいですか。はい、はい、半分ぐらいです。 OK です。もうちょっとだけ押していきますね。はい、今んとこ押されてね、はい、なんかケツの付け根ぐらいまで痛かったんですけど、ここら辺ぐらいとかまで、はい、だいぶきましたね。テニスって今もされるんですか。いや、もうひどくなってからは動いてないですね。あ、また怪我がひどいのが怖いんで、はい、走る最初の1本目と止まる時がやっぱ怖いんで、あ、踏ん張りがちょっと効かないかな。そうですね。でもっとだからよりひどい怪我になったら、うんうん、ちょっと怖いなっていうのあるんで。確かに取り返しつかんくなったら怖いなって感じますよね。そうですね。あとちょっとやっぱ筋力低下もしてるなっていうのもあるんで、はい、一気にね、そんな
まだ無理したら速攻やっぱやられてしまうと思うんですけど、はい、徐々にやったらできそうだなと思うんですよ、はい、もしまたやりたいなとかだったらぜひやってほしいなと思うんですけど。あ、わかりました。もし我慢してる部分があれば、はい、なんか、ね、テニスに限らずね、なんかちょっと運動とか遊びとかでもそうですけど、膝が曲がりにくい、痛いな、かばって生活してるなとか、階段の上り下りやるじゃないですか、うん、はいはい、あの時なんかすごい思う、なんか今までどうやって降りてたんやろ階段って思う時ありますよ。ああ、なんかその、うん、ぎこちないっていうか、なんかあれ右足ってどう曲げてたっけみたいな、おお、なんかすごい今までどう、だからちょっと走るの多分僕今形めっちゃ変なんですよ、かまってるせいで。いや、ずっと それがしかも癖づいてるんかなんか知らないんですけど、うんうんうん、今までどんな格好で走ってたんやろうと、右足がついてけえへんというかな、うんうんうん、階段がこの頃特に思いますね。降りる時が特になんか、うまいこと曲がらんというか、なんか元から曲がってるのか知らないんですけど、なんかすごいぎこちない感じで。ああ、今日帰る時ちょっとぜひ地下鉄降りる時とかにでも、はい、階段どんな感じか見といてほしいですね。ああ、わかりました。多分ね、降りやすくなってるはずです。で、痛みかばってとかなんで、はい、絶対的にやっぱ形変になったりとか、かばうから余計に他の筋肉固まったりとか、それこそかばってお尻とか腰に来たりとか、はい、でなるんですけども、そもそものこの元凶さえ取れてきたら、はい、もちろんまだしばらく張り感とか残るとは思うんですけども、はい、かなり動きはいい状態になるはずです。おお、でも走り方もね、そのかばってるから走れないだけで、はい、痛みとか解除された瞬間にもともとの走り方ほぼ思い出すと思います。ああ、そうなんですか。言うとまだ2年なんでね。ああ、なんかもう完全にちょっとこれなんか、なんですかね、整形的にもこれ完全に治りませんよねとか、はい、なんかもうことを見ても治りませんよねっていう症状だったら何とも言えないんですけども、はい、まあ、そういうわけじゃなさそうなんで、はい、触った感じも明らかにもう原因の筋肉もあるし、はい、それさえ麻酔が取れるだろうなって思います。もちろん1回で全部とかね、なかなか難しいですけど、はい、何割かずつ取っていって、何回かもちろん通院は必要ですけども、はい、何回かやっていくとどんどんね、10割あった症状が8割、6割、5割、4割減ってきますから、はい、気がついたら、あ、それを痛かったけどどこが痛かったかなぐらいになってきます。あ、それ助かりますね。もちろん個人差はあるので、はい、半分ぐらいでちょっとピタッと止まる方もいらっしゃったら、はい、もう一気に2割、1割ぐらいまで落ちる方もいらっしゃるんですけども、まあ、そこはちょっとやっていきながら見極めていくっていう形ですね、はい、ちょっとそこまで正直僕もわからないですよ。どれぐらい良くなるのかなみたいな、わかればいいんですけどね。僕の方ってこれめっちゃ硬いんですか？硬いです。なんかどっかのその安いマッサージ屋で、うん、こんな硬い方今まで会ったことないんですけどって言われて、それは言い過ぎかもしれないですけど。ああ、そうなんですか。そんなことないでしょってよく言いますけど、硬いかどうかだけで言われると硬いです。あ、ただもっと硬い人でたくさんいらっしゃいますし。ああ、そうなんですか。まあ、そこで勝ったの知らないですけどね。そうですね。なかなか自分でも一応ね、肩回したりはして、うんうん、マシにはしてるつもりなんですけど。やっぱそんなに硬くないって感じはそういうところなのかもしれないし、ひょっとしたら。ご自身でそういうふうに。やっぱ辛いじゃないですか、肩こりって。はいはい、なんか頭痛にもなるとかよく聞くんで。さっきの膝と一緒で肩もね、あの、はい、やっぱそんなに
何でしょうかね、今まで見たことないぐらい硬いってわけじゃないですよって言ったのも、はい、触った感じは結構柔らかいとこ多いんですよ。ああ、そうなんですか。ただ触った時に、あ、これ固まってるなとか、さっき動きの見させてもらったじゃないですか、はい、手を前に上げてもらったりとか、はい、横上げてもらった時に、あ、これ詰まってそうだなっていう筋肉を触ると硬いんですよ。でもその辺はね、もう家でも逃げてるんですよ、痛いから。ああ、ちょっと今ですね、このね、グッとちょっとこれも痛いですけど、ね、直しましょうとか、まあ、もちろん一発でなかなか難しいんですけども、はい、今までなんかどこ行っても直らへんかったとか、なんかね、長い間通ってても変化なかったっていうのをおっしゃってたから、あ、よくなるんだ自分はっていう未来を見せれることができたら一番今日は大仕事ができたなと思います。いや、もう十分思ってるんですよ。あ、思ってた、はい、もっと見せたいですね。もっとよくなるんだっていうのを見てほしいですね。硬ければ硬いほど、はい、ほぐせばほぐすほど楽になるんだろうなっていうイメージが僕の中でつくんですよ。なので硬すぎるっていうよりも、あの、柔らかいとこ柔らかいんですよ、すごい、はい、多分ご自身でもストレッチされたりとかいろいろされてるんだろうなと思うんですけど、そう、それしないともうほんまひどくなる、もう耐えられへんぐらいなるんで。でもかばってるところ、その動きが悪いところは、あの、多分自分じゃ手が届かないんだろうなっていう感じで固まったままでずっといるんですよ、はい、おそらく。なのでそこだけをちゃんとアプローチしてあげたら、どん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 体が楽になってきます。ちょっと上向きましょうか。前に向いて確認して、肩の力が右向いて、そのままですね、楽にしてたら、ちょっとここね痛いですけども、はい、ちょっとごめんなさいね、はい、じわーっとしていきます。はい、ですよ。ゆっくりと起き上がってください。前屈痛が終わりましたけども、大丈夫でしたか？まあ、痛いのは痛かったですけど。そうですよね。はい。めちゃくちゃ痛かったです。感覚的には今どうですか？お体の軽さとか、逆に。膝の軽さと、この右肩の軽さは、すごいあるんです。なんか、来た時よりもなんか、動かしやすい。お、もう立った時点でその感覚はありますか？はい。よかったです。じゃあまた動きの確認もしたいんですが、はい、最初右肩、まず右手前から上げてみてもらっていいですか？最初みたいに。はい。上に上げていきましょうか。お、OK です、OK です。横からも上げてみてもらっていいですか？はい、別人じゃないですか？めっちゃ楽ですよ。ここの、僕多分この辺から突っ張りがあったんですけど、さっき、うんうん、ここから。それ今ないんで、全然。左より良くなってないですか？そうです。左上げてみてもらって、あ、でも、あ、今なんかここすごい突っ張ってる感じしますもん、うん、左の方、右より。右が良くなりすぎて左を感じてるって感じですね。あ、そんな感じですね。あ、めっちゃいい。もう一回上げてみてもらっていいですか？めっちゃいいじゃないですか。ここまで上がんねやと思って、うんうん、思ってます。スマッシュ打てますね。打てますね、うん。僕今も打点ここやった。打点上がりましたね。上がりました。これ多分また怪我するかと。ああ、徐々に再開。あと首もゆっくりでいいんで、ぐるっと回してみてもらってもいいですか？はい、お、すげえ。逆回してみてもらって、はい、どうでしょうか？あ、全然軽いです。さっきなんかほんま
なんか、何て言うんですか、こう動き悪い感じだったんですけど、はいはいはい、全然、突っ張ってる感が、この辺、この首がこう伸びるとこあるじゃないですか、うん、これぐらいのところの、ここの張りが全然楽になりました。おお、よかったです。あれ下向き、上向きはどうでしょうか。もう全然楽です。さっきよりスムーズですね。もう左を感じるぐらいですもん。なんか左の方が今動き悪いんかなって右半身やったのに、はい、なんかいいことですね。もう一回首を下向き上向きやってみてもらっていいですか、はい、うんうん、あ、 OK です OK です。だいぶスムーズですね。めっちゃ楽ですよ。すごい久しぶりですね、こんな感じ。お、2年ぶり？もっとぶりっす。あ、そう、肩はもうずっとなんか万年肩こりだったんです。よかったです。できる範囲でいいので、前と後ろ、前屈と後ろ後屈をお願いします。で、手を添えて後ろにゆっくり反ってみましょうか。腰は前屈後屈してみた感じはいかがでしょうか。あ、でもなんかさっきこれぐらい止まってたらですね、感じするんですけど、しっかり胸からいけてるなっていう、うんうん、さっきね、反ってくださいって言ったけど反ってなかったですもんね。あ、前回やと。あ、でも一応前回できる範囲で言わなかったですけど、伝ってるだけみたいな。ほんまっすか、ね、そんな感じでした。今とあんまり変わんないですね。ちょっとショックする。で、今は大丈夫ですよ。今はちゃんとしっかり座ってます。ほんま、これ行かなかったんですよ。行ってなかったです。行ってるつもりなんですよ。気持ちはそうですよね、うん、よかったです、よかったです、はい、もう一回前と後ろ前屈後屈してみてもらってもいいですか。はい、手を添えて後ろにゆっくり反ってみましょうか。うん、OK です、OK です。だいぶいいと思います。あと屈伸やった感じって今どうでしょう。もう一回やってみてもらっていいですか。あ、屈伸ですか。はい。もう全然楽ですよ。すごい。なんか、ここがね、よくポキポキポキってなるんですよ。はいはいはい。怪我したから。うんうん。今日やってもらってから全然ならないんで。おお、すごい。あと、今までずっとなってたんですよ。スムーズに屈伸もできてます。あ、はい。今までこの辺からちょっと、ここがもう突っ張るような、はいはい、固まってるようなイメージだったんですけど、もう全然いけるんで。おお、よかったです。あと正座も一回で、はい、持ちながら行きましょう。危ないんでね、一応。もう全然普通にスッと。あ、スッといけますね、はい。痛みどうですか。あ、全然ないです。体重乗せれますか今。はい。手を下ろした状態だったらどうでしょう。まあ、痛いのはまだちょっと痛いですけど、うんうん、もうさっきまでとは多分これできなかったですね、今まで。ああ、もう多分これぐらい基本こんな感じで正座してるのが多分持つね、これ。ああ、 OK です OK です。ゆっくり立っていただいて、はい、今日手術を受けられて感想っていかがでしょうか。もうちゃんと治んでんなとか分かりました。あ、よかったです。もう今までのとこがもう全然やったんで。ありがとうございます。何割ぐらいどうですか、取れた感じってありましたか。膝5、6割ぐらいはいってるかな。一発で。そうですね。お、結構ほんまに楽になってるんで。肩が6、7割ぐらいですかね。あ、肩だからだいぶ起きましたもんね。ちょっとびっくりしました。あ、戻るねやと思って。あと YouTube も何回か見ていただいてたんですよね、はい、ありがとうございます。いや、全然もうね、やっぱ YouTube 見たら東京とかあんなばっかりなんで。ああ、大阪整体で調べたらすぐ出てきた。あ、よかったです。もうそれで見とって、あ、通える距離やなと思います。なかなか来る勇気なかったですけど。あ、結構ね、あの、やらせかと思ってましたとか言われたりもするんですけど受けられた感想どうですか。いや、あれはやらせではない。ありがとうございます。言わせたみたいになってますけども、あ、でも良くなってよかったです、はい、何よりです。じゃあ今日一旦ここまでにしておきますので、一度これで様子見ていただいてもいいですか。あ、わかりました。はい、ありがとうございました。